エキスパート、赤にフックを鍛える会議、先方、川田選手、中堅、坂口選手、大将、片野選手、青、ディープハーフクラブ、先方、木島選手、中堅、新選手、大将、始まります。こんにちは、パスガードビットの白木山大輔です。こんにちは、山内です。ですね、今日はトップ組2の、エキスパートで優勝した、ディープハーフ、はい、広さんに来ていただいてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もうめちゃくちゃ強かったですね。もういや、本当3人だいぶ成長してるね。成長のレースから考えたらびっくりした。もう安定感もすごいきつい修行に耐えてきたね。やっぱり、はい、あれ11月前回11月に11月そうですね。あ、そこ時期違うもん。だから7ヶ月ぐらい、うん、かなりきつい、はい、修行を、うん、前回のみんなあの技をやっぱみんな多分対戦相手は警戒してたと思うんですけど、はい、いやそれをさらにこう、まあ、上回るというか、パスガードとかそのスイープとかにつなげていくっていうのがすごかったなっていうのが感想としてありました。ありがとうございます。嬉しい。ちゃんと照れちゃう。ちゃんと照れちゃう。いやすごいよね。難しい。いやすごい、本当に。いや本当によかったです。でも派手で、いや今回の作戦とかってあったんですか。まあ、その強すぎるから作戦とかもあれだと思うんです。でもやりたいのはやっぱりディープハーフから の、 あの足狙ったりとか頑張りたかったんですけど、はいはいはい、展開的に結局違う形が多くなっちゃったっていうか、そう、得意が出ました。元からあれをやろうとしてたわけじゃなくて、はいはい、出ちゃったって感じです。なるほどっすね。めっちゃ出てね、ディープハーフのカンスタードとか練習してましたもんね。そうっすね、いろいろ出す前々から結構練習してた。まだ見てて、あのこっちもハラハラしてましたもんね。膝重視ドキドキすると怖い怖いってずっと見てて、膝重視のヒーローとかありましたけど、いやすごかったんで、辰之助さんのやっぱレスリングもすげえ光ったな。あー、そう、ね、碇さんもすごいこうディフェンスが硬い方なんですよ。まあもちろん攻撃力もあるんですけど、いやだからすごいね、テイクダウンで止まっちゃうから、はい、すごいな。あ、そっか。で、そう、そうですね。あんまちょっとちゃんと覚えてなくて、試合に。はいはいはい。そうですね。そうっすね。結構レスの圧強くなかったですね。レス、そうっすね。なんかガブリのプレッシャーが、ちょっと怖かったですね。はい、確かに確かに。なんかこの、こう、なんか包み込む力っていうのが、すごいなんかこう、ふわっと落とされる感じだった。はい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 、はい。それは覚えてるっすね。どうやってテイクダウンしたかあんま覚えてなくて。確か、本当にハイクラッチだった。うん、普通にハイクラッチ入ってやってたんで、いやすごいな、ちょっと映像を見たいですね。パスいけ。ああ、支えてるぞ、支えてるぞ、ガブラセンダー、ガブラセンダー、さあ、一回離せ、一回頭離せ、一回頭離せ、ナイスだ。オッケー、次パス、次パス行くぞ、次パス行くぞ。すごかった。ヒカリさんから普段で練習させてもらってるんでね。そうそうそう、ヒカリさんのその強さも知ってるんで。そうなんだ。あ、はい、良かったですね。本当、うまいことちゃんと高めに出たっぽくて、もう、ね、二人ともはもう担ぎ、なんか片足担ぎ、片足かみつきすごいんですね。あらす、なんかあれ突きからずっと2バーを狙ってたんですけど、あれもうなんか2バーともうパスが、まあ2バーがメイン、うん、パスがサブだけど、まあ結局もうどっちも強いから、もうなんていうの、警戒してるうちにパスされちゃうっていうんですか、その担ぎとかってもうめちゃくちゃそのガー、なんだろう、こっちのガード権がほとんどないじゃないですか。はいはいはい、いやすごいなぁと技術論です疲れて緊張して。普段どんな練習されてるんですか。例えばスパーばっかりだって、まあその他ないとは思うんですけども、こう
割合だったり。そうですね、そんなにでもスパーいっぱいしてないですよね。そうっすね、ほんと1日5、6本ぐらい。そう、ちゃんとやるの5、6本で、 あとこう確認しながらちょっとゆっくりやったり深く出てやったりとかっていうのも、いろいろトータルで多分10本いくかいかないかぐらいですね、1日。じゃあもう今、まあ、メインのスパーリングが5本。そうですね、まあ、それでは岩崎さんもそう、いつもそうですよね。岩崎さんも5の5、自分の記憶に残るっていうのに残すっていう、その教えのもと。あとは技術練習みたいな感じ。そうですね、結構割と区切ったりして、プロレンにはスパーリングの時間と技術練習の時間が半々になってて、1時間ずつみたいな、うん、あ、じゃあちょっとこう研究したりとか。そうですね、ちゃんと。あとやっぱこう切り取った練習が結構多いのかなって思います、はいはい、シチュエーション的な。シチュエーション多いのかが大体結構そんな感じですよ、うん、どんなシチュエーションやるんですか。いや、いろんな、その岩崎さんがこうその選手練習だったら結構考えてきてくれて、はい、こういうシチュエーションやろうっていう風に、あ、ま、前結構前だったら、ま、三角のこう、はいはい、入られたとこからのスタートして切る練習だったりとか、もうそれは結構もう、じゃあ例えば上下ざっくりじゃなくて、もうかなりじゃ細かいところかなって、今度の試合はこういうやつだからみたいな、あ、まあ、ある程度こうなるシチュエーションをまあ考えて、うん、確かにそう、まあ、その三角に一瞬その、うん、福島さん入られてたけど、いや、ちょっとこれは、やば、あ、これはなんか入ったけど、いや、握れ、なんて言うんだろう、そんなに焦ってないなっていうのを感じたんで、あ、自分は一瞬やべえと思って、やばいと思って、入ったと思って、言ってたそうね、いや、やばかった、やばいっつった。じゃあ、だけど、まあそのやっぱりその岩崎さんもそうだけど、その三角を逃げるっていうか、まあ逃げるって言っちゃいないけど、そのディフェンスがすごい高いから、あ、もう、まあ、そうなるんだろうなと安心して、ね、こう潰す練習はちょっとやりました、ね、前なんか三角で全日本の時になんかズボーッと決められたんで、ちょっともうちょっと対策しないとダメだなと思って、はいはい、そこの対策はちょっとやりました。結構本当細かく切り取ったところの練習とかも多いですよね。多い、本当こう片足捕まえて倒したら終わりみたいな。そうそう、レスリングの場面でも切り取ったりしてるんです。レスリングの場面って例えばどんな感じ。僕らまあハーフガード使うんで、起き上がって片足しがんでる、しがみついてるところから、あ、結構あるシチュエーションですよね。その巻き出しで起き上がっていって、相手にかけ取られてたとか、あ、このシチュエーションで、すごい参考になるんですよ。いや、楽しみ、はい、大阪をしないと。それも含めて参考になるかな。実はもうすごい全然関係ないシーンだから。これ、尻も悪いですよね。じゃあそれみんなにそれ言われるんですよ。じゃあナイキのいいやつなんで、はい、あ、いいやつなんで、ね、いいやつ、やっぱ切る人によって全然そう見えなくなる。見せられるでしょ。でも、あの、みんなに言われます。ナイキとフィッシングマックスのコラボ商品。上州屋のないですか。上州屋、上州屋ですかね。上州屋とナイキのコラボ。上州屋が逆にすごい、結構高いそのキャラクター。案件よく引っ張ってきた。そんな減量とかはないですよ。あんまないです、自分は。めっちゃナチュラルでした。めっちゃナチュラル、はい、みんな自然体で来ました。はい、おー、 だけどまあまあギリギリで、ちょうど223かなんかそのぐらいでしたね。本当に結構ぴったり賞したんで、僕たちのための225キロだったので、常に意識して、ちょうど生きてるから、ずっとトップ組を意識して、いやいや、ね、やっぱり、はい、いいですね。常にこう、やっぱ意識しちゃいますね。そうですね、まあ、岩崎さんにも言われましたけど、はい、次回はもうね、もうあの、ちょっとエキスパートで、まあ、まず、なんだろうな、ディープハフクラブは出ずに、ちょっと強いチーム、はい、ね、あの、はい、集めて、で、そこで勝った人でやって、あの、そう、やってもらいたいなっていうのはちょっとあります。あ、なるほど、はいはいはい、やりたいです。逆に強すぎて今回はちょっとエキスパート集まらなかったっていうね。あー、あ、ね、そうですね、確かに確かに、そうです。うん、3組です。3組なんです。6人ぐらいできた。そう、ビギナーがね、今めっちゃ多かった。9チームそう、ね、そうなんですよ、はい、なので、ね、それも含めて、あの、今後ともよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。お願いします、はい、以上、エキスパートプラス優勝のディープハフクラブでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バスガードフィットネス、ご視聴いつもありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンお願いします。